三浦義明は、平安時代末期の相模国三浦郡絹笠町の武将。三浦総の在庁官人。官務兵士の平良分を外する三浦氏の一族。相模助、三浦義継の子。和田義盛、三浦義村の祖父。世襲の官である三浦助を号して、天次年間国務に参画し、三浦半島一帯に勢力を払拭する。多くの子女に恵まれた。 長男の杉本義宗は和田氏の祖、次男の義澄は父の講子となり、また娘の一人は都から東国に進出した源義友の側室となったという。以降、相模国における義友の派遣確率の有力な後ろ盾となり、92年に義友の子、義平が叔父の義方と戦った大倉合戦では、後方からこれを支援したとされる。 自称4年に義友の維持、源頼朝が拒兵すると、一族挙げて、これに合流しようと巨城の絹笠城を出撃する。しかし、途中で、石橋さんの戦いにおける、頼朝の敗戦を聞き、引き返して牢城。ほどなくして敵方に参加していた、畠山重忠率いる軍勢と絹笠城合戦となり、一族老党を率いて奮戦する。だが、最終的には、 刀折れやつき、吉住以下一族を安藤に逃した後、一人城を守って戦死した。去年89。なお、敵将の畠山茂忠の母は、吉明の娘であり、吉明から見ると外孫であった。このため茂忠は、木の笠城攻撃を行うのは本意でなかったが、父の畠山茂吉が大番役で在京していたため、兵士法として働かざるを得なかったとされる。 木沼社合戦に敗れた三浦義明は松の木の下で自害したと言われ、横須賀市大矢部の原切松公園内に史跡が設けられている。ありがとうございます。